時間なのに。何分田舎なもんでね、山向こうの町まで行くから終点までは結構かかるんだよ。第一利用者もいないし。お嬢ちゃんは今どうしようかと思っている。思ってます。私に良いアイディアがあるんだがね。いいアイディア？この駅には宿直室なんて洒落たものはないし、老いたり枯れたりとはいえ、男ヤマメの家に引っ張り込むわけにはいかんから。いかんから？旅館を紹介してあげようじゃないか。旅館か。なーに、私が口を聞いてあげるから。飛び込みの未成年でも大丈夫さ。宿泊費だってそれほどかからないはずだよ。大変だよ。道は悪いし暗いし。いるけど呼んでほしいのかい？お願いします。じゃあ電話をかけてくるから。誰も来ないと思うけど少しの間ここ頼むよ。今から配達する予定？そんな腐るようなものじゃないんだから、後でもいいだろうに。なんだったらトランクに積んでいけばいい。ああ、そうそう。それじゃ頼んだよ。お嬢さん、話はついたよ。明かりの全然ないとこだしな。でもまあもうすぐだよ。バスならさっきのバス停で降りて、ここの森は歩きのところさ。あ、タクシーにしてよかったかも。
それを言うのはもうちょい先かもな。え？さ、到着だ。ここ、何ですか？この蛇塚で鎮守の森のお化け屋敷って言えばここしかないから間違いないな。お化け屋敷。さて、お客さん、どうするんだ？え、どうするって。目的通りのここまででいいのか、他の場所までまだ乗るつもりか。やっぱり戻してください、駅まで。やっぱりな、そうだろうな。そりゃ屋根とか壁はあるようだけど、長いことほったらかしで埃だらけの蜘蛛の巣だらけだろ。電気もつかずに真っ暗だしな。みたいですね。ま、お嬢ちゃんが泊まるようなとこじゃねえってことだ。はい、やっぱり旅館を紹介してもらうことにします。それじゃあ乗った乗った。帰りの駄賃はサービスするぜ。どの道俺も戻らなきゃいけないしな。ふう、ありがとうおじさん。そうそう、帰りがけにちょっと寄り道するけど構わねえよな。どこに行くんですか？ちょいとお得意様にトランクに積んだビールを4ケースばかり届けにね。タクシー屋さんがビール？へへ、うんちゃんは副業なんだ。うちはじい様の代からここに根を張る酒屋でね、日本酒、焼酎、ビールから赤白ロゼのワインまで、メチルを除くアルコールのご用命は大友酒店をよろしく。私未成年なんですけど。もしもし。あ、ハトちゃん、私ヨーコちゃん。いやー、やーっとつながったよ。あれ、そんなにつながらない？ヨーコちゃん、いつ切れるかわかんないかも。はいはい、
ちゃん相当な僻地にいるのね。で、どう？ちゃんとパパさんの家に着けた？それが、行っては来たんだけどね。それでハトちゃん、駅員のおじいちゃんに泣きついて、そのなんとか旅館に転がり込んだわけだ。榊旅館。まあなんでもいいけどさ、なんかその光景はっきりと目に浮かぶようだわ。駅員さん、やっぱりダメでした。おやおや、仕方のないお嬢さんだ。だから最初に忠告したじゃないか。それでお風呂から上がってきたところなんだけどね、今。なんと温泉なんだよ。それも結構本格的な露天風呂。へえ、それは良かったじゃない。まあね、これも日頃の心がけってやつかな。良くないかもしれないお知らせがあります。え？どうしたの？あんたのママさんの知り合いって人から、あんたの居場所知らないかって電話があってさ、家にかけても誰も出ないって。うん、誰か出たら怖いよね。そりゃそうなんだけど、なんか私パパさんの実家の方に行ってるって口滑らせちゃったみたいなんだ。うん、別にいいけど。よくない！急に大きな声出さないでよ。まったく、ハトちゃんってばお気楽のんきな小娘ね。あんたもいい年頃なんだから、もうちょい危機感持ちなさいって。いい年頃って陽子ちゃんと同じだよ。黙らっしゃい。ただでさえ微妙な環境設定でちょっといいカモ状態なんだから、余計気をつけないと、あっという間に身ぐるみ剥がされて一文無しよ。うう。そしたらハトちゃん、住むとこ追われて学校にだって通えなくなるんだからね。以後気をつけます。よろしい。甘い言葉にご用心。うまい話には裏がある。人を見たらペテン師と思え。それはさすがに疑いすぎだと思うんだけど、気をつけついでに質問いいかな？何？私のお母さんの親友ってなんて名前だった？陽子ちゃん？いやー、それがね。それが？すっかり聞きそびれちゃって、一応女の人だったけど。大丈夫だよ。お父さんの生まれ故郷なんて私も知らなかったぐらいだし。甘い。それはハトちゃんがちゃんと知ろうとしなかったから。戸籍謄本とか自分で取って見ようとしたこと一回でもある？ない。
い。でしょ？ちょっとその道かじったセミプロ雇って調べさせれば、その程度の個人情報なんかただ漏れのご時世なんだから、油断は禁物。陽子ちゃん、もしかして私を怖がらせて遊んでるだけ？そんなことないけど。とにかくさっさと用事済ませて帰ってきたら？一人じゃ何かあった時に困るだろうし。そうだね、明日家を見てから決めるよ。何もなかったらすることなくなっちゃうしね。ダメなの、ケイちゃん。ケイちゃん。